日本を取ります。CJS の森まおです。森先生、今回もよろしくお願いします。お願いします。いや、前回の朱子学もう本当にワクワクしたというかですね。すごくなるほどっていうことがたくさんあったかと思うんですが、あの今回は国学といったことなんですが、こちらは詳しくまたあの歴史に紐付いてですね、あの教えていただけないでしょうか。はい、まあ国学っていうのは 朱子学っておかしいよねっていう考え方から出てくるんですけども、はい、あのそこに行く前に、<っ>実は、その、儒学の中で、やっぱり朱子学って変だよねっていう人たちがまず出てくる。あ<っ>これがね、時代的に言うと、えっ、ー、と、明の時代ですので、はいえー、ちょっと遡りますね、室町ぐらいになりますけれども、はい、王陽明って人がいました。はいはい。はい これは日本でもすごく人気のある方ですね。皆さん、あの、陽明学っていう言葉は聞いた方といるんですけども、はい、え王、ー、陽明さんっていうのは、明朝の高級官僚だったので、はい、もちろん家居受かってます。はい、超エリートです。地獄のことに受験勉強やって、朱子学が全部頭に入ってる人です。で、受かったんですよ。はい、うん。その人が、朱子学はおかしいって言です。うん、<laughs> いや、俺は受かるためにやったけど勉強を。 勉強してなからおかしいと思ってたと。なるほど。ね。だから、本当にできる人っていうのは、受験勉強割り切ってやるんですよ。割り切って、受かってからこれはおかしいって言えるわけ。ね。これ受かんなくても句言うと、お前 <laughs>、ただの恨み詰めだって言わじゃでね。はい。うん。それでね、あのー、大余命が言ってることはですね、朱、うん、子学っていうのが、首から上と首から下を分けて、 で、首から上の理性は立派で、首から下の肉体は癒やしいが死死学ですから。じゃあ、あの人間を首で切ってね、で、首だけで生きていけますかって、そんなことないでしょって。じゃあ、ご飯どうやって食べるんですかって。ね。お腹がいっぱいになって、ハッピーになりますよね。で、逆に体調悪いと不安ですよね。はい。つまり人間ってものは、 肉体と繋がってるんであって、肉体から発する感情と繋がってるんだって、それを無視して、理性理性理性って言ってるのがまずおかしいと。ちゃんちゃらおかしいと言ったわけ。うん、当時学者っていうのはとにかく、正義は経典の中にあると。その儒学の経典ですね。うん。二、は、千、いうん、何百年前に書かれた経典の中に全部真理があって、はい、正しいことを知ろうと思ったら、部屋にこもって、ろうそくの火の下で古典めっていうのが、 主治学だったんですよ。はい、そんなバカなことないだろうって。ね。この世の中を知ろうっていう時に、なんで2000年前の方に答えがあるんだって、あるわけねえだろうって。だから、大山にこう言ったんですよ。書物を捨てろって。なるほど。町へ出ろって。庶民と話をしろって。目の前を見ろと。うん。で、庶民がどんだけ苦しんでるか、経験してみろって。うん,うん、うん。そうすると、例えばね、従前に苦しむ農民がいましたと。働いても働いてもみんな取られちゃいますと。で、それを見て、あなたは、 心が動くだろうと。ああ、この人は哀れだと。助けたいと。それが人間で。多分、歯周学だったら、ここからしても関係ないから、はい、ねいや。お前、農民だから働きようと終わりでしょ。これはまたあの、時代を経て、孔子さんが戻ってきたような感じですね。そう,そうそうそう。うんはい、そうなんですよ。うん、で、講って人はあの、論語を読めばわかりますけども、本当に人間的な人なんですね。はいうん、それをおかしくしたのがやっぱり歯周学なんで。 じゃあそれをやっぱりおかしいと。そう。声を上げて、うん。ただね、自分たちは学問をした人間だから、感情で終わっちゃダメなんで、はい、わだかめりがあった時にそれをちゃんと言葉にして、法律を変えて、じゃあこの農民たちを救うにはどうすればいいかってことをそこまでやると。政策を立案しろと。だから、肉体とか感情と繋がった政治やれって言ったの。 これが応用名ですあなるほど、はい、ちょっとこれ徳という概念に、うん、あの入ってくるような感じの考え方ですね。うん、そうですねだから、うん、と教科書はないんです、はいうん、自分で現地に行って感じてこいということなんで、うんうん、そうすると、まあ、大体多くの場合それは時の政権に対する批判になりま,すまあそうですね。そうでしょ まあ、あの、課題をまずフォーカスしますよね。うんうん、そうなると批判が出てきますね。そうすると、民謡庁から見れば、反体制派となって叩かれます。中国ではですね、まあ、朝鮮でもそうですけども、あの嫁が食っていのは異端です、はいはい。で、多くの人が捕まってます。はいはい、大嫁さんも左遷されてますね。うん、ところが、日本ではそもそも核がないので、 幕府はですね主自学の強制はしてないので、はい、何でも OK なんです。<laughs> <laughs> ということで日本では日本なりに主自学おかしいよって人がいっぱい出てくるということですね。うん、なるほど。ここでねあの中江東先生ってていうのが出てきます、はい、この人はですねとある藩の,あの侍だったんですけれども。 故郷が近、大江琵琶湖のそばですよね。で、故郷で、あの、年老いた母がいますと。はい、で、もう母のことが心配なんで、あの、侍やめてですね、あの、親孝行したいと言ったんですよ。だけど、はい、優秀だったんで、その殿様がですね、いや、お前、あの、仕事があるんだから何言ってんだと。仕事やるって言ったら、彼はその、主力に対する忠義と、お母さんへの親孝行で板挟みになって、で、どうしたかっていうと、はい、辞表出しますと。<laughs> その後もですね、故郷に戻っ,ってお母さんの面倒を見ながら、あの、塾を開いてですね。彼はね、あの、やっぱり、主事学って人間味がないと。うんはい、魂がないと。ええ、頭でっかちだと。はい。いうことで、俺はこのハートが母を助けろと言ってんだと。うん、うん。それに従って生きるんだっていうふうに彼は書いてます。はい。うん。じゃあこれ何なんだろうっていうふうにずっと彼はなかなか 言葉にできなかったんだけども、結構ね、晩年になって、さっきの応用名読んで、あっ、これだって。ああ<ー>。うん。気づきがあったんですね。だから、陽明学なんて知らなかったんですよ。はい。でも、全く同じことを、あの、明朝の応用名が言ってるってことで、だから、中江当時は日本陽明学の祖と言われてるんですね。なるほど。うん。まあ同じようなことに疑問を持って気づいていると。うん いうことで,す、ね、でかつこの中江先生のすごいところは行動に移してるじゃないですか余命学の場合行動にちゃんと出ないと意味がない稚魚合一ですよね確かだからあのそうそう,そう,そう今一緒だったあの、えー、と知ると行いが一致させるっていう知行合一って言葉があって、はいうん、だからチェシュは必ず行動しろって言ったのこの中江先生のところにはですねいろんな人たちが学びに来ていてですね、はい で、例えばね、あの、岡山からですね、熊沢万山っていう学者が来てます。はい、はい。で、えっ、ー、と、中井先生のところで学んで、はい、で、岡山帰って、岡山藩のですね、政治改革やってるんですよ、この人は。あ、そうなんですかうん。<ー>これでわかることっていうのはですね、いかに江戸時代っていうのは言論の自由があったかっていうことで。確かに。うん。一応、幕府の公式は、詩�学。ですよね。なんですけども、ね、それを幕府から批判する読み学。 を教える塾があり、地方に。で、そこで学んだ人が、岡山藩という地方政府でもう政治やっちゃってるってことで、これをバックはですね、咎めないんですよ。あの、先生、これね、はい、一般的にこう、教科書に学んできた自分としてはですね、いや、もうギチギチに締め上げられて、そういうの思想統制もされて、 すごいそういう言論の自由もなくて、で5人組か何かで見張られてみたいな、もう真っ暗みたいな感じのイメージで教えられてきてますけど、うんうん、全然違いますね,、うん、あのね。それやっていたのは中国と朝鮮です日本じゃない,ないです日本はそもそも統一国家じゃなかったので、江戸幕府って一応ありますけれども、えーあの、徳川家っていうのは一番強い大名にすぎないはい。 そこも結構誤解がありますよね。うん、もう全部なんとかの国、なんとかの国ですもんね。いや、もっと細かいですよ。なんとかの国っていうのは古代のあれですから、はい、それがもっと細かく分かれていて、国が全部で66なんですけども、はい、もっと細かく分かれていて、300です。300?300 300の地方政権があったんです。うん、なるほど。みんな元大名です。はい、はい。元っていうか、まあ大名ですね。すみません、300もあったってちょっとそれ知らなかったんですが、うん、66は、 あの、一般的に習う部分もあるので、分かってたんですけど、300もあったんですか ?300 ありました。それぞれの地方政府のことを丸々藩と言いますよね。はいはい、土佐藩とか、ええはい、伊達藩とかありますよね。で、それぞれの藩っていうのは完全に独立採算制で、徴税権持ってますで。もし破綻したら自己責任でおしまいです。バークは助けないです。それから、通貨発行権持ってます。あ、そうですね。はい。反殺。反殺って言って。うですよね。はい。 もちろん独自の,あの経済政策ができますので独自の教育システムを持っていて、うん、全然イメージが違うじゃないですかではい、うん、なんか江戸幕府が日本の隅々まで支配をしていて言うことを聞かないとこのぶっ殺そうみたいなね、うん、そういう武力の圧力をかけてですよ、うん、何でもこういう共産主義みたいに言うことを聞かせた、うん、っていうのは一般的なイメージじゃないのかなと思いましたがはいはい、はい で、<全然 S 1> あとほら、ね、よく言われるのは、その、ね、農民たちは従前に苦しんでいて、っていう話ね。ーはーはーで、やむにやめれず、百姓息を起こしました、みたいな。えーえー、そういう例もありますよ。あの、前お話しした、あの、島原蘭みたいなね。はい、あの殿様はひどかったんで。はい、でも、ああいうことをやるとですね、その藩が潰れるんですよ。はい、だから、まともな殿様はですね、えっ、ー、と、農民はいじめないんですよ。逆にもっと、あの、畑、田んぼを増やせって言って、死んでやでやらせてですね、 どどんどん,どん農民の収入増やしていったんですよいやこれあのー、先生ねその農民ってすごくその働きまくってて、うん、あの従前に苦しんでるってイメージで教えられてるじゃないですかそもそもから、ねはい。でも実際は確か僕読んだことあるんですけど農民の,その平均の労働時間4時間ぐらいで結構お金も持っててその伊勢参りなんかもその。 結構な数結構な数どころか民族大移動みたいなレベルで結構みんなお伊勢さん行ったことしいみたいな形でやってたっていうことですよね。全然違うと。はい、むしろ今より日本的なすごい統治のされ方がしてたんだなって正直思いますね。っていうことをあのぜひ知ってほしいですね。皆さんには。はい。 もう一人紹介します歯、ね、周、はい、学批判やった人ってことでう、はい、そら来っていう人がいます。この人はですね武士なんですけれどもものすごい貧しかったと。<laughs> うん、で貧しいながらも自分は儒学学びたいって言ってですねで本当にあの苦学生で江戸のですね芝ですから増上寺っていう大きいお寺の前にあの住んでたんですけどももう家賃も払えないみたいなそういう人だった。はい ええうん、米買えないと、はい、米買えないんで腹減ったと、はい、そこにですね豆腐売りに来たとで豆腐くれって言ってで豆腐を買ってそれをむさぼり食うと <laughs> ところが豆腐のお代が払えないとで付けにしてくれと必ず払うとわし、はい、は武士だって言って、はい、あのでも、まあ、翌日もむさぼり食って払わないんですよで豆腐屋が見かねてですね握り飯持っていくんですよ あ握り飯を、おにぎりね。あまりにもお代が払わなくて、豆腐、うん、ばっかり食うから。うん、で、先生これどうぞっ言ったら、受け取れないって言うんですよ。え <laughs> はい。うん。私は握り飯は頼んでないと。はい。うん。豆腐でいいんだって、<laughs> こういうわけ。<laughs> それでね、これはね、握り飯に見えますよね。でもこれ実は豆腐なんですよ。ほう,うん。豆腐と思ってこれ食ってくれませんかって。うん、こういうわけ、豆腐屋が。で、 でそっからですね、じゃあ明日からこうしましょうと、あの、豆腐絞った後におからができるので、絞りかすね。はい、で、おからはタタなんで、これは受け取ってくださいってって。で、そっからですね、えっ、ー、と、毎日毎日豆腐屋がおから持ってきて、それを、えぇ、ー、ソライがむさぼり食って、デ学ガに励みましたと。はい、ま、こういう話ですね。<laughs> はい。その後ですね、火事があったと。うん。その芝の町でね。はい。で、火事があって、豆腐屋さんが焼けちゃったんですよね。ああ<ー>。うん。 で、大騒ぎになっちゃって、で、しばらくそのおぎおさらいが行方がわからなくなっちゃって、うん。で、しばらく経ってから、なんか、急にね、なんか、立派な格好したおぎおさらいが来るんですよ。<え>豆腐屋に。はい、豆腐屋。わしを覚えてるかっつって。いや、覚えてますよ、あの貧乏兄ちゃん、つって <laughs>、うんあ。あの、ご無事でしたかあ、無事無事。あの、実はあの後、幕府に取り立てられて、今、将軍様の側近やってると。ええ言うんですよ。 大出世じゃないですか、うん。それで、お前には世話になったんで、礼をするって言うわけ。え、何ですかって言ったら、お前、あの、返して店焼けたろ焼けました。建て替えたからって。え家建て替えたかって。何 <laughs>、はい、見に来いっつって、行くんですよね。はい、そしたら、立派な豆腐屋になってって。はい。それでもう豆腐屋がですね、もう泣き崩れてですね、こんなことは。 こんなもったいないことは受けられませんというわけ。そしたら、おぎょうそらいがですね、豆腐屋。これはな、店に見えるだろう。本当はこれは、おからなんだ。はあ、というですね、これ、落語です。ああ、落語落語。ああで落語でね、きなですねあの、そらい豆腐って落語なんですけども。はあ,はあ、はあ。で、これは実はね、あの、まあ、落語なんだけども、半分実話で、うん、つまり、おぎょうそらいっていう人は、 全く身分なんかかどうでもよっったってことですなるほどで庶民と共に暮らして学問をして認められて将軍側近名になったとあ<ー>いうことなんでこれが江戸時代すごいですねでまさにあの王・陽明がはまってくるっていうのも、うん、まさにですね生き方がそのものですそうそうそうこの大行代が学んでいたものもですねやっぱりその儒学なんだけれども獅子学がおかしいとはい、うん そのおかしさっていうのをですね、ちゃんと論証しようと。うん、で、例えば、論語のここにこう書いてやって、これは朱子学とは違うと。矛盾する。ね。孟子のここにこう書いてあって、ここばっこと矛盾するってことをちゃんと学問的に突き詰めていくて。こういうことでやった。はい、お牛宗来が仕えた将軍っていうのが、はい、あの、有名なですね、犬久保と言われたはは綱吉。 な,るほどなんですねもうねえー、と地方の反乱も全部収まってこれからこの徳川っていう体制国家体制をですねいかに守っていくのかっていうことが一番のテーマになってました、はい、そんな中でですね大事件が起こりましてですね、はい、あの、はい、僕もね赤穂浪士ってね学校で1回のことも学校ですよ。 会も教わってないですあ、そうなんですか。じゃあ、我々、あれですか、NHK とかの、うん、その、年末の特番とかで見てる、<ー>それで、それで知ってるんでしょうね、多分ね。学校で習ってなかったんだ。はい。赤楼市事件っていうのはですね、まあ、最後の大規模な仇討ちだったんですね。え、はい、え。で、まず、仇討ちから説明しますね。はい。仇討ちっていうものは、無政府状態の中で、 被害を受けた被害者がですね、その犯人をですね、個人的に罰しちゃうという、はい、ことです、ええうん。平安鎌倉室町の日本では認められてました。はいはい、ヨーロッパでも認められてました。はいはい、で、大体その、一対一じゃなくて、それぞれ徒党を組むんですよね。えで集団であだ打ちやるので、うん、まあ大勢死にますということですね。はい、ところが、徳川家ができまして、で 法律で国を治めると。はい。うん。だからもし何か被害に遭ったら、まず奉行者に訴えて、お裁きを受けると、こうなるわけですね。まあ、その、あだは国家が取るから、そうそうそう。やめてちょうだいね、と、言ったことになってきたということですね。うん、そうです。で、これ今もそうで、あの、刑法っていうものがあります。で、刑法っていうのは、えっ、ー、と、被害者が加害者に対してあだ打たないように、代わりに国家があだ打ちをしますということですから、簡単に言うと。はい。 ところがですね、赤穂浪士事件っていうのはですね、まず、加害者が殿様です。兵庫県の赤穂というお塩の産地ですけども、赤穂の殿様です。浅野匠守っと言います、はいで。この人がですね、まだお若いんですけれども、朝廷から江戸に派遣されてくる天皇のお使いを接待するという大事なお仕事を命じられた。はい、うん。一部何も知らないということで、 先生がつきます。うん。で、この先生が被害者で、キラ・コウズケの助という、もうおじいちゃんです。はい。はい、それで、キラが、えっ、ー、と、浅野にいろいろああしろこうしろって教えたんですけども、はい。どうも、物覚えが良くないと。で、いろいろやらかしちゃうと。それで、失責するんですね。はい。どうも、そのことを根に持ったらしくて、江戸城の中で事件が起こってですね。はい。あの、江戸城内では、たとえ大名と言っても絶対に、 刀を抜いてはいけないというルールがあります。はい。ところが、抜きました。それで、自分の先生のキラに対して切りかかって、おでこを切っちゃったんですね。で、大騒ぎになって、で、周りの大名たちがもう飛びかかって止めて、電柱でござる電柱でござるつって、浅野は即切腹です。はい、当たり前です。うん、ところが、その、赤王藩の侍たちが、殿が気の毒だと。 キラにいじめられて、やむにやまれず、刀野にいたら切腹させられて、なんとおいたらしいって言って、今度は、キラが悪いって言ったんですよ。<laughs> でキラ、キラに対してあだしするって言って、和光藩のうちの47名が何回も会合を繰り返して、キラの屋敷を来年やろうということで、1年後のとある冬の夜に、江戸のキラ邸を襲ってですね、寝ていたキラを殺して、 首をはねて、で、その首を持ち帰って、浅野の殿のお墓に備えて、敵を打ちましたって言って、これテロです。うん。<laughs> はい、あの、天皇陛下を迎えるわけだから、うん、恥ずかしくないように一生懸命教えてくれたわけですよね。うんうん、物覚えが悪いから、ちょっと多少はね、うん、まあ、荒かったかもしれませんけど、それをいきなり、あの、江戸城の松の廊下で切りかかったっていう、うん、その、 そもそも電柱で切りかかるっていう時点でキラさんのねこいつは物言われたっていうのはねあそうだったのかなとってだから浅野さんはそもそもメンタル病んでいった説が有力ですよねなるほどそんなとこでやらないですよねだって自分は絶対死ぬしかなくなるい。はい。さあということでこの事件を受けて幕府がですね会議開きましたえこで こんなことは論外だから、47名はですね、全員、打ち首にしてろという意見がまず出ました。はいね、一方で、いや、主君の仇を取った行為は武士として立派であるから、はい、これは無罪だという意見も出たときに、うんはい、さっきの、あの、小牛宗来が何と言ったかと。はい、そもそも、幕府は仇打ちを禁じていると。はい、だから、これはまず合うと、ん。 死従死守は死罪と。ただし、主君への忠義は立派であると。なるほど。であるから、名誉の死を許すって言って、で、全員切腹になった。なるほど。切腹を許されるっていうのは、うん、かなりあの大切なことなんですよね、この武家の社会では。これはね、名誉なんです、実は。うん、そうなんですよね。うん、あの、島原の乱を引き起こした殿様は、残首ですからね。 これ、斬首された島原の乱の例はですね、江戸時代で一例しかなかったんですよね、確か、それぐらい不名誉な死ですよね。朱子学で言ったら全員斬首ですよ。そうですね。もう反逆罪ですからね。だけどそこは、の牛生らいはやっぱりハートがあるから、彼らの気持ちもわかるから切腹にするということです。 あとね、このオギょスライはですね、えー、後に自分の考えをまとめた、政団、政治を断ずるってい本書いていて、はい、で、これはね、素晴らしいんです。それは、やっぱり、経済が大事って言ってます。<ー>うん。そもそも経済って言葉は、経済催眠って言って、はい、人々の生活を楽にするのが経済なんだ。はい。だから、それに逆行する政策をやめるべきであって、例えば当時ね、参勤交代っていうのがあって、はい、で、半年ごとに殿様は、 地元と江戸の往復。これがものすごい金かかって。はい、そうですねで。それが結局はの農民の負担になっちゃうから、もうそれやめるべきだと。はいはい、武士もなるべく畑耕せと。どんどんね、新しい作物、商品作物がどんどん作って、とにかく、まあ今の言葉で言ったら GDP 上げろと。いうことを言ってるのが小木を塞だから今でいう、積極財政、どんどんやりましょう。ということで。で、この考え方を後に、まあ、実行するのが、 例えばですね荻原重秀とかですね、うん、それから田沼紀次なんて人がいて要するに幕府の中の実務家ですよねだから江戸時代の日本の経済っていうのはものすごい発展してこれもですね、うん、先生ねその江戸時代ってその徳川家康の時代にもらった給料が200年経っても変わらないとか経済発展してないとか そういうふうに習うわけですけど、中身が全然違ってて、実は経済発展してたんですよね。だって、大阪で、米の売買やる商人たちが、はい、現物の米なしで、帳簿帳だけで売買やるって、これ、あの、先物取引って言って、だた、はいあのね、オランダのアムステルダムとその大阪がほぼ同時に始まってるんですよ。これ、世界最盛端んですよ。はい、江戸の人口が、江戸の後期になると100万超えてまして、 で大体ヨーロッパの都市っていうのはパリ、ロンドンでも数万ですかね、はい、人口が、はい。ということはどれだけ経済発展してたかっういうことことですね。先生あの、国学の話、いつになるかっていうことなんですが <laughs>、まあ、次回じゃないですやはり朱子学というか、儒教というのは常にこう右に触れたり左に触れたりということを繰り返していると。 いうことも非常によくわかりましたので、はい、次はいよいよですね、はい、あのー、国学、はいえー、お待たせしましたということで、はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。日本を取ります。CJS のモギマドでした。